こんにちは、もみじまおです。この度はおいしい365辞典オンラインをご視聴いただき誠にありがとうございます。この展覧会は2019年の春から1年間欠かさず食事に対してのイラストを更新してきたものをまとめた展覧会になります。1年前の私は絵を描くことが大好きなはずなのに絵を描くことがとても怖くなっていました。それは SNS にアップロードしていいねの数だけを見て自分の絵のことを評価していたからです。私は私のことを誰も知らない新しいインスタグラムという世界で自分だけのいいねを一つずつ毎日重ねていこう、そういうことを決めました。最初は15分ぐらいしか描けなかったイラストがだんだん30分1時間、いつか3時間、それはそれで辛いんですけど、それが今は2時間ぐらいになって、それでも、今のように描けています。自分へのいいねが365回を超えたとき、私は改めて絵が大好きになっていました。この個展は、そんな私の大好きが詰まった個展です。ぜひ、私が今自信を持って大好きと言える個展を、ぜひ楽しんでいってください。そして、もし自分の好きに自信がなくなっている方がいらっしゃったら、こう伝えたいです。その隙は絶対大丈夫です。自信を持っていれば、絶対その隙は自分を励ましてくれます。それでは展覧会スタートです。緊張しております。本日ですからね。初日ですね。自分でワクワクできる個展が出来上がったと思います。ぜひね、皆さんにもゆっくり30分だけになっちゃってますが、楽しんでいただければと思います。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。高見原も上げてください。手あげてとか、無理だ。私どんどんなんか、やっぱ昔とかでと食欲が強くて、見てるおいしい店を出られたらまた見てると言って、はい、ありがとうございます。また遊びに来いたときにいらしてください。ありがとうございます。高見原です。